攻撃をやめないと来週まで吹っ飛ばすぞ。来週は忙しい。予定を組み直すのは情けない。これだけ援護がありながらソニック一人倒せないとはな。なんじゃと、シャドウがチームエッグマンに。こいつはたまらんわい。手伝うか。おお、さすがじゃわい。おお、たぶねえ。すまんが、手が空いたらわしをタグ付けしてくれんか。邪魔だ、うろうろするな。失礼、シャドウのところへ。おい、それ一日かかったんだぞ。こんなガラクタに一日がかりとは、ハリネズミの面汚しだな。目障りだ、滅びるがいい。やったぞ、チームエッグマンがソニックを倒した。勝利の自撮り。何をする、僕の完璧な勝利を。申し訳ない、わしのせいじゃ。フラッシュを切っとらんかった。だがいい写真が撮れたぞい。もういい、こんな厄介者にうろつかれてはまともな戦いなどできるわけがない。勝負はお預けだ、ソニック。だが次は命はないと思え。みんなよくやったわ。本棚はちゃんと作れなかったが、チームで悪者をやっつけることはできたからな。悪者といえば。なあ、こんな些細なことで犯人探しなどする必要はなかろう。おい、なんて邪悪なんだ。来年はもっとすごいことになるぞ。さて皆さん、いつもの8人と4つの場所でまだこれから何百ものストーリーが展開していきますよ。可能性は無限大です。念のためネットで続編希望って要望出しとこっと。やめんかもう。